ネイル変えました。じゃーん、見てください。こちらキラキラキラー、見える、このオーロラネイル見てください。可愛すぎる。さすがに、さすがに可愛いよね。可愛い。これでコンサートと他のお仕事頑張ります。可愛すぎる。ステージ映えするんで爪にも注目してみてください。はい、48グループ1の色白 AKB48 チーム A の長野セリカです。よろしくお願いします。こちらタピオカ屋さんでタピオカ抜き頼みました。ジャスミンミルクティー、氷少なめ。うまー。はい、髪伸びたね。はい、伸びました。でもみんな気づいてないと思うけど、こんぐらい切りました。伸ばしてるんですけどね、あの傷んでたから傷んでるとこを切りました。本当はもっと切った方が綺麗なんだろうけど、伸ばしてるからバレない程度に切っていただきました。そしたら本当にバレなかった。言っても分からんぐらい。私いつからいつぶりだろう、ショールーム。イヤリングカラーのとこ傷んでないの？あ、傷ん、あ、でもそんなにね、わからんかも。イヤリングカラー今隠れてるんですけど、でもそんな言うほど傷んでるなって感じであんまわからないかも。チーム A コンサートいよいよ金曜日はい、いや本当に今日も通したし明日も通す。結構やばいけどいい感じ。チカッパ前振り、おお、チカッパ祭楽しかったですね。撮影 OK とかだったんで、結構皆さんいっぱい動画とか写真撮ってくださって嬉しかったです。ありがとうございます。あとはまあ公演があったり、あとなぎちゃん、昨日なぎちゃんの卒業公演があって、であれお話し会2日間もありましたね。はい、なんやかんややってたらもうこんな8月になっちゃってね、早いですよね。チーム A コン見るために有給取りましたよ。あお、ありがとう。あ、そういえばチーム A のコンサート配信あります。チーム A のコンサートっていうか全チームの配信あるんですけど、そう、 A は平日花金なんで、まあ、お仕事で来れないみたいな人も多くて、でもより多くの人に見ていただきたいなと思ってたので、 Hulu の方で配信があるということで、皆さんぜひ見てほしいなって思いますね。最初で最後の A コンサートなのでぜひ見てください。現地に来られる方はね、もちろん現地でも楽しみましょう。目はもう大丈夫。あ、目全然治ってない。見て、はいはいはい、こちらです。閲覧注意やけど赤目でもマシにはなってきてます。眼科に行く時間を取れなくって行ってないんで、薬局の目薬買ってさしてます。全然マシになってます。でも
でも松葉行くんで、そろそろマジで治ってほしい。っていうか、まつげめっちゃ抜けて最悪。こっちのまつげがめっちゃ抜けてるんです。抜けるまつげが長いから嬉しいけどね。あ、ちゃんと伸びたやな、まつげと思って。そんな感じ。ケータリングの一覧美味しかった。はい、そう、お話し会、そう、この前のお話し会でなんだっけ、どうしても君が好きだのあれが最後だったんですよ、お話し会がね。だからまあ多分それのお疲れ様みたいな感じで盛大に一蘭の屋台が出ててですね、いただきました。めっちゃ美味しかった。もう最近博多の豚骨ラーメン食べたすぎてたんで、めちゃめちゃ好きなんで、久しぶりに食べれて美味しかったですね。いつぶりやろ、めっちゃ久しぶり。あっという間に終わりましたね、今回のシングルのお話し会も。替え玉はしてません。はい、いや本当にあっという間ですし、もうすでに皆さんご存知だと思いますけど、次のシングルのあれ、お話し会、握手会も申し込み始まってるんで、ぜひぜひぜひ来てください。よろしくお願いします。そう、次のシングルまで開くんですよ。次10月なんで、まあ8月はもうイベントとかめっちゃあるから会えるし、9月はまあ会える予定あんまないけど、今んとこまたあるかもしれないんで、ぜひ、もう次いつ会えるか分かんないレベルって思って申し込んだ方がいい。なんかこの前のお話し会でよく言われたのが、なんか申し込もうと思ったら発売終わってて、今日枚数少ないんだよね、これこれよこれ。いやいや、すっごい発売期間長かったし、第何時まですごいね、8とか9とか分からんけど、すんごいところまで長い期間申し込み期間があったにもかかわらず、いやーみたいな、全然買えなくてみたいな、いやいやいや売ってたよっていうね、それがあったので、まあ、今回はね、わかる？言いたいこと、そう、早めに始まったら私も言いますし、ツイッターとかで、なので、あ、ツイッターじゃなくて X で言いますし、なんかね、見てると思うんです、お話し会に来てくださる方とか、少なくとも私の SNS ちょっとぐらいはちょっと目に入ってると思うんですよ、お話し会ぜひっていう、このこれでも、なんかもう本当に、え、なんか、うん、みたいな、今日枚数少なくてごめんねみたいな、いや、あの、会いに来てくれるだけですっごく嬉しいんだけど、なんかそういう風になんか言ってくださるなら、なんか、おお、いっぱい販売期間あったぞっていうツッコミしそうになっちゃってね。いや、でも来てくれたのが嬉しいから、そんなことは全く言わないんだけど、そうそうそう、一応ね、はい、だからこれからも X とかで、あの、告知していきますので、皆さん X の方をね、ぜひ見てください。よろしくお願いします。クリスマスイブをまず抑えた、最高。クリスマスはね、会えた方がいいよね。だし、でも私的おすすめなのは、まあ、10月一番最短で会えるやつが、そういうのから申し込み終わっていくから、受付終わっていくから、先に予定があっていけるっていう感じならば、最初に10月分の方を申し込んどいてもらって、で10月分終わったら
次の11月とか12月に行ってもらうのがおすすめかなって思います。はい、そうです。今回幕張メッセ、あとオンラインもあるんで、遠征無理って方はぜひオンラインで来てください。よろしくお願いいたします。今日18時に終わるんで、50分になったらランキング読みます。メッセタンタンタン、何話そっかな。いや、それにしてもね、昨日のなぎちゃん可愛かった。可愛すぎてもうえみたいな、シンデレラ、あの本当に可愛い。あんな、なんかもう昨日髪の毛もキラキラしてたからね、本当に可愛すぎる。というか、あとファンの皆さんのコールがもう最初から最後までずっと大きくて、なんかそれで泣きそうになった。私本当にオーバーチャーでこう幕が開くじゃないですか。でペンライトが多分水色っぽい、雪っぽい感じ、全部それだったの。それだけでもうなんか感動しちゃって、で最初のコールでなぎちゃんっていうのがめっちゃでかくて、もうそれで泣きそうになった。なんか愛がすごくて、私に言われてるわけじゃ全くないのに、なんか感動した。そう、なんかなぎがもう卒業公演したっていう実感がなくて、昨日も「えもう本当に終わっちゃうの？」っていうぐらい、まだ終わらないでってもずっと思ってたね。寂しかった。でも最後に一緒に出れて嬉しかったし、呼んでくれたのも嬉しかったよね。本当にありがとう。で、しずくめっちゃ、そう、昨日やったポジションマジで久しぶりで、思い出すの大変だったけど、なんか出てるメンバーも友達しかいなくてすっごい楽しかった。新芽友達みたいな、一緒の歌割りのいいと友達みたいな、めっちゃ親友いて嬉しかった。昨日久しぶりの雫だったし、福島イベント紙面からお土産もらえるそうですね。らしいね。ファンからのプレゼント、モザイクアートね、だったね。マジですごい。ワンピースのパズルとかもモザイクアートみたいなので、すごい憧れてて、なんか欲しいなって思ってて、ルフィのやつで、モザイクアートすごいじゃん。よく見たらすごいみたいな、いろんなの、いろんな写真が組み合わさって一つの絵になってるみたいな、それのなぎちゃんバージョンで、すごいと思って、一生家に飾るな。すごい、ね、いろんな思い出が詰まってて、でも相当大変だっただろうね、あれ作るの。
ごいな。ね、大変だよね。だってその色の写真とかね、すごい。素敵。出れてよかったね。はい、本当に出れてよかった。あとなんかあるかな。まあもう8月で、もうしあさってはチーム A のファイナルコンサートだし、あと発表されてるのなんだ、頑張って福島やつもあるよね、とかその他もろもろいろいろあるのでお楽しみに。あ、大丸東京イベントやってるね。そうそう、今絶賛期間中で8月8日までなんですよ。で、あれなんだっけ、お話し会でね、そうメルヘンさんとのコラボのサンドイッチ食べたよって言ってくれる人がたくさんいて嬉しかったです。いや私も期間中に買いに行きたいなって思ってるんだけど、なかなかタイミングが。うまっ、うますぎて震える。マジでこだわったんですね、サンドイッチ。あ、ごめんなさい、リップです。まず白い方のサンドイッチは、あの私の好きなフルーツを入れました。で、私カスタードクリームが大好きなので、本当はカスタードクリームだけ入れたかったんですけれども、メルヘンさんの、あのね、メルヘンの方が、いや、フルーツには生クリームがあった方がとても相性がいいので、少しは生クリーム入れた方がいいと思いますっていうアドバイスがあって、なるほど、じゃあ入れましょうってなって、カスタード多めのフルーツサンドイッチが出来上がりました。キラキラキラで、最高に美味しいの、それ。いろんなフルーツも、すごいたくさんいろんなフルーツがぎっしり大きめに入ってて美味しい。で、その茶色い方は、あの今回メルヘンさんとマカロンちゃんね、パッケージにマカロンちゃんのシールを貼らせていただいてるので、ちょっとクマみたいな色のサンドイッチ作りたいなと思って、全部茶色がいいですって言ったんですね。で、パン茶色にできますかねって言ったら、なんかそういう茶色いパンがあって、それにチョコレートのクリームにイチゴとバナナに、なんか本当のチョコもちょっと入ってて、本当に美味しいんですね。で、お話し会中にね、そのどっちが好きですか、食べた人にどっちが好きだったって聞いたら、マジでどっちもどっち、チョコが好きっていう人もいたし、いや白い方が好きっていう人もいたし、どっちもどっち。でもなんかチョコが売り切れてて買えなかったとか、どっちかしか売ってなくて買えなかったっていう人もいたんですね。
なので、まあまたどっちかしか食べれてない方はまた違う日に、8月8日までやってるので、ぜひ買ってみてください。限定20個なのでちょっと少ないんですけれども、はい、ぜひぜひゲットしてみてください。いや本当にどっちも美味しくて、私も試作品しか食べてないから、ちゃんと完成したやつね、まだちゃんと食べれてないっていうか、食べたけどそのわかる？そうだからね、食べたいよね。えっていうか今日なんかサホさんが大丸東京さんで今さ、そのコラボのやつ買ったらランダムでステッカーもらえますみたいなやつやってて、でそれでそのサホさんがこれセリちゃん出たからあげるって言ってくれたんです、自分私のやつ。えっくれて、自分のやつありがたくいただきました。なので私も今度行ったら、じゃあサホさん出たらあげますって言ったんですけど、サホさん出るかな、シール交換結構地引きしたっていう人もいるし、なんかスイちゃん出なかったわーっていう人もいたしね。いう感じでしたね。あとあれ、大衣装店おしゃれカンパニーさんのめちゃめちゃすごくて、本当になんか本当にね、歴史を感じたし、あんなに近くで衣装見れることって多分なかなかないと思うので、すごい企画だなと思いましたね。普段私たちが着させてもらってる衣装はね、まあ、よく知ってるけど、あんまりそのね、着たことない衣装とかはすごい新鮮だし、あこれ着てみたいなっていうのもあったしっていうのでね、一日中見れますよね、本当にわかる。あなんかそう、衣装着れますみたいな企画もあるよね、リップグロスのやつ。でもあれは予約しないといけないっぽいから、もうチケットのあれは売り切れてるっぽいんですけどね。そう、卒業ドレスのカタログ買ってきました。いいよねあのカタログ、私もあそこに乗りたい、いつか。でもドレスね、楽しみ。なんかいろんなメンバーの卒業ドレスとか見るとさ、わ自分はどんなのがいいかなってワクワクする、考えるの。いや、なんかお話し会で、その卒業公演終わった後にお話し会があるメンバーがいて、そのメンバーはドレス着てお話し会とかしてたのね。なんかそれもいいなって思った。ねえ、何色がいいんだろうね。そう、難しい。好きな色ね、好きな色ピンクだし、衣装で着るのは好きなのは
赤とかだし、そうね、緑とか青ではないかなと思うんだけど、黄色もないな。ピンクか赤か、うん、うーん、難しい。まあまた先の話や、ゆっくり考えます。じゃーん、あと2分でランキング。携帯縦にしたら時間見れるんやね、縦画面で配信したらめっちゃ便利。ピンクでも私くすみピンクが好きなんで、こんな感じのピンクにしたいかも。まあ分からんけどね、そのやめる時のタイミングで好きな色変わってるかもしれないし、もしかしたら緑が好きで緑でって言ってるかもしれないし、先の話なんで。まだだからね、でも緑でドレス出てきたらファンの人が一番びっくりするだろうね。え、ゼイちゃん緑みたいな感動して泣くところが驚きすぎて、おーおーってなりそう。まあ緑はない。心配が勝つ。おもろ心配されるのやばい。そうですね多分笑っちゃう。いや笑ってほしいわ、心配されるぐらいなら笑ってほしい。いや今日は配信できてよかったですよ、すごく。もう最近疲れすぎて寝落ちばっかりしちゃってるんですよね、ずっと寝落ちばっかり。なんか意識飛んでて起きたら、あ、やばいってなってんの。やめてほしいよね。今日もこれからまだまだレッスンあるので頑張っていきます。え、ポケモンの睡眠アプリ始めたけど気づいたら寝てるから使ってない。なんかサヤリンもなんかポケモンのなんか睡眠アプリやってんだよねって言ってて、流行ってんのもしかして、え、何それみたいな感じで言っとったんやけど、なんか寝たらなんかポイント貯まるじゃないけど、何だっけ、育つ、そのポケモンが育つみたいな感じやねんて。で、そうっていう、そのおかげで結構早く寝れてるんだよねってすごい笑顔で言ってくれたね。そう、すごい。でも私ポケモンは分かんなくて本当に、だからね、ポケモン知ってる人は面白いと、面白いっていうか可愛くて癒されると思うみたいな言ってた。おりんちゃんとかポケモン好きだもんね。あとミユもねポケモン好きらしくて、最近知ったんだけど、いつそんな好きになったのって思ったんだけど、ミユもポケモン好きらしい。サヤリンも好きなんでしょ、みんな好きやね。
おだやりさんはたまごっちやってるよ。たまごっちいいよね、かわいい。たまごっち、私すぐ死んじゃう、たまごっち。あ、じゃあランキング読みますね、一旦。アフタートークするんで、後で。これどうやってあれ読むの？あ、これや、ライブランキング。13位、ミロアット、せいちゃん。今日のリップ何？これです。そうなんだ。さん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、ケイイチロアット、せいちゃん。このジャスミンミルクティー美味しい？美味しいよ。そうなんだ。さん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、ヨッシーアット、お話し会元気もらった。ありがとう。さん、ありがとうございます。こちらこそ。こちらこそです。10位、なーにゃねもすおし、セリーちゃん。今日も真っ白だね。さん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、まさのぶアット。昨日の公演のなぎちゃん、すごく綺麗だったね。さん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、ひーくんアット。早く会いたい。さん、ありがとうございます。私も7位、てつアット台湾。せいちゃん、今日の髪型かわいいね。さん、ありがとうございます。書いてないけど。6位、よしおんアット。せいちゃんの今日の T シャツ、かわいいね。さん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、幻アット。今日のメイクめっちゃかわいい。さん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、ウィングキッド香港アット。お話し会楽しすぎた。さん、ありがとうございます。書いてないけど。3位、アッツアット幸せリカーさん。ありがとうございます。幸せリカー。2位、鳥親父アット。お話し会ありがとうございました。さん、ありがとうございます。こちらこそ。ありがとう。そして1位は、淡路の黒ひょうアット。お話し会ありがとう。握手会もよろしく。さん、ありがとうございます。ありがとうございます。私もありがとう。ありがとう。楽しかったね、お話し会、本当に。次から握手会ということで、みんな私の握手好きらしいんで、ちょっとみんなに堪能してもらいたいね、私の握手を。あれ、立たへんねんけど。あ、不安定不安定。やばい、人来そう。待って、不安定すぎん？手は小さいの。手大きいよ。手足でかいです。そう、手袋の握手。せいちゃんと握手したことない。おお。でも握手会ってマジで 3,4 年前のお話だから、ほんと最近ファンになってくださった方とかはね、あんまないですよね。楽しみ、ぜひいっぱいゲットしてください、握手券。手袋プレゼントしてほしい。無理。全日程体調崩さず参加できたね。はい、次のシングルも体調崩しません。もう絶対に体調だけは崩さないように、今免疫力上げる飲み物を飲んでるんで、絶対大丈夫、絶対に絶対に大丈夫。チャンチャンチャン。そう、ネイル見えないのよね、手袋したら。最近あんまり体調崩してないよね。そうですね、一時期体調崩しすぎてたんですけど、まあ、ちょいちょいね、目痛いなとか、ちょっとなんか筋肉痛やなとかあるけど、でもそんな全然元気、全然元気。
まあ寝不足っていうのはあるかな。じゃーんじゃーんじゃーん。ねえ、本当にね、楽しみ。夏は疲れがたまりやすいのでね。そうですね。例えばプール行く予定決まった？決まってません。みんな忙しいのよ。天井見えた。すいません。Tシャツ見せて。じゃん、かわいい。こんなかわいい Tシャツある？ってぐらいかわいい。だって服屋さんとかはね、秋の新作が発売されてるわけですからね。秋服も買うのが楽しみです。最近はもうスナイデルとかリリーブラウンの洋服ばっかり見てます。可愛すぎる。うさぎオンラインでお買い物することが増えました。あとはグレイルと、あとなんだろう、韓国のがあれば、可愛いのがあればネットで買うかな。そんな感じ。それじゃあね、18時になったのでそろそろ終わりたいと思います。今日もありがとうございました。またいつか配信するので、その時は見てください。ありがとうございました。バイバーイ。